髪が伸びた。たったの2日でめっちゃ伸びました。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日めっちゃ涼しかった。白桃ね。白桃のスムージーです。ゴロゴロ。こんばんは。おいしい？おいしいです。のんちゃんがチョコじゃないアイス食べるのは珍しい。本当ですか？確かに。確かに。炭酸控えてるの？いや全然そんなことはないですよ。炭酸めっちゃ飲んでる。昨日なんか夜中じゃないか、普通に夜になんかめっちゃなんか炭酸が飲みたくなって、で家に炭酸がなくて、そう家に全然炭酸がなくて、お母さん誘って近くの自販機まで買いに行きました。そう夜だからまあちょっと一人で行ったら危ない、まあ、もっと近くなんですけどね、歩いて3分ぐらいのところに自販機があるのでそこ行ってきました。そうで夜でなんかそう結構田舎なんで全然人もおらず、そう車もなくて通らずだから夜中にそう戦場公園のセクシーダンスをお母さんに教えてもらってました。そう外で。やっぱロング似合います？ロング似合いますか？そう。こんばんは。こんばんは。ロング似合う？ありがとうございます。長い方が女子って感じ？白桃です。そう、フルーツの中だと白桃が好きなので。めっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しい。髪伸びるの早いでしょ。ももちゃん、
桃が7つで桃なー。今ミニストップで白桃ソフト、でも私の家の近くは、近くっていうかなんかミニストップ全然ないんですよね。ミニストップ全然ないんですよ。そう、ミニストップ全然ないですね。ミニストップ行きたいな。そう、ミニストップ、そうで、今日はね、したいことがあったんですよ。そう、今日ね、あれなんですよ。なんかこの前、プレゼントで、この前プレゼントで、プレゼントであれもらったじゃないですか。あれ、食品サンプルもらったじゃないですか。そう、それでなんかそのお手紙になんかショールームで作ってくださいって書いてあったので作ります。作るね。そう、なんか作れるの、作れますよ。だってちゃんとあれがあるんですもん。あのなんだっけ、説明表みたいな、メニューみたいな、メニュー説明書みたいな、でなんかで事前に作ったっていうか、なんか3分クッキングみたい、事前にあの中華、冷やし中華とカレーをいただいたんですよ。でカレーが初級で冷やし中華が中級で、でさっきカレー作ってみたんですよ。ある意味見て、美味しそうじゃないですか、普通に。そう、うまくできた。そう、ちょっとまだここちょっと残って、これが初級でも、初級でもなんか難しかった。意外と初級でもなんか難しかったですね。美味しそうじゃないですか、カレー完成度。でもなんかよく見るとちょっとあのなんかお肉がなんか生みたい。そう、もうこれあれですよ、接着剤でめっちゃ止めてる。そう、これとか、あ、なんかプニプニする。そう、ある意味料理配信。そうです、ある意味料理配信。そうで、冷やし中華作りますね。そう、いきなり始まった食品サンプル作り。でもこれでめっちゃうまくできたら特技にできるんで一気に中級。1、お湯の準備。なるほど。耐熱性のボトル、また洗面器にお湯の、そう、もうお湯ここあるんですよ。で、具、付属の具のきゅうり、クラゲ、紅生姜、ハムをお湯で温めて柔らかくします。なるほど。でももう温めてます。早いでしょ。そう、あのとろいんですよ、めっちゃ自分だから。そう、めっちゃ早く作らんと1時間で間に合わん。具の準備に、柔らかくなった具をハサミで切ります。なるほど。きゅうりとハムと紅しょう。
なるほど。そう、下ごしらえ済みですよ。じゃあちょっと具を切りますね、ハサミで。なるほどなるほど。じゃあ、え、まだ、ああ、熱っ。見てください、この温まってる。具がお湯の中につけられてる、かわいそうに。でもこれまだ、これをこう柔らかく、あっ、熱、柔らかくなったら、柔らかくなったら切るんですよ。あ、もう卵いいかな、熱、もう卵いい気がする、卵黄色。そもそも別に卵を温めんのんじゃ、やっぱ温めんでいい、卵を温めてしまった。温めんでいい卵を温めてしまった、ごめんね卵、この卵の。そうよ、ちゃんと説明書見るタイプ人間なんで、幅4から5ミリ、4から5これじゃあこう、4から5ミリって言われても分からん。4から5ミリってどんくらい、こんくらいでいいか。4から5ミリ切れました。クリームソーダとかも作ってほしい。クリームソーダ、クリームソーダ飲みたくなってきた。でもいい感じに、あ、これ1センチの幅、わー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 、そんな。じゃあもうちょっと細くします。冷やし中華食べたことあります。いい感じに切れてきてる。うん、食品サンプル、夜ご飯何食べると思います？ねえ、なんかこれ切る作業めっちゃなんか時間かかりそう。とろいんですよね。これめっちゃ時間かかる。図工やってるの？食品サンプル作ってるんですよ。ちょっともう最後怖いけど2個にしよう。よし、卵切れた、卵切れた。え、でも確かになんか冷やし中華に乗ってる卵っぽい、冷やし中華に乗ってる卵っぽくできた。いやー、冷やし中華に乗ってる卵っぽい。確かに卵っぽいわ。で、あ、こんなことしておきましょうね。次は
キュウリ、キュウリ切ろ。キュウリ、あっつ。あっつ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 。キュウリ、これ早くせるとマジで硬くなる。あー、横でこう。これこう。よし、キュウリ切れた。え、かわいいキュウリ。かわいいかわいい。かわいいかわいいわ。キュウリかわいい。エモい。エモいか。でもキュウリもう一個あるんですよね。あっつあっつあっつ。これは完成が楽しみですね。器用？そう、意外と器用なんですよ。よし、切れた。もう一個のキュウリも切れました。切れた。シュールな配信。いててて。キュウリ切れた。よし、2個目のキュウリも切れたんで。で、次がハム。ハムハム。めっちゃハムリアル。ハムめっちゃリアル。ハムリアル。ハムも普通に切る。食べてみてって。なんということ。ラララランランラララララン、ラララララン、ラララララン、ハッピーハッピー、 Thank you for this party。 ラララララン、ラン、よし、切れた、ハム。ラララララン、ラン、ラララララン、ラララララン、ラン、ラララララン、ハッピーハッピー、デン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 ディパーティー。やっぱハム、ハム適当に切りすぎた。ハム適当に切りすぎた。ハム適当に切りすぎた。でも切れましたよ。じゃーん。ハム切れた。よし、で次がなんだこれ、メンマ。でも中華メン、コタが呼んでるよ。コタくん最近めっちゃ入るんですけど、やばい。なんか今日昼にアニメを見てたんですよ。進撃の巨人なんですけど、進撃の巨人見てて、なんかピンポンって鳴ったんですよ。
で、なんか朝でなんか何も髪とかボサボサで何もしてなくて出たくないじゃないですか、正直ピンポンってあんま出たくないじゃないですか。そう、でもコタくんがめっちゃ吠えるんですよ。ちょっとイルス使ったんですけど、コタくんがめっちゃ吠えて、もうちょっと多分いることバレたかな。そうで、なんかあるじゃないですか、こうなんか見るやつ、外の風景を。そしたらあのギャル姉ってめっちゃなんか服とかネットで頼むんですよ。でめっちゃ来るんですよ、宅配がいつも。でそれだったんですよ。だからもう出ませんでした。で2回目ピンポン出たんで、2回目ピンポンになったんですよ。で2回目なったからさすがに出ました。さすがにちょっと申し訳ないなと思って出ました。なんかポテトみたいになった。ポテトみたいになった。1時間でできるやつ？そう、いや、できるや、いや、できるようにしないとやばい。で、最後。これなんじゃろ？あ、紅生姜か。紅生姜。紅生姜。食品サンプルでこうやって作るんじゃ。紅生姜って結構細いですよね。怖い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 。してきた。そう。ラララランランララララン、よし、紅生姜できた。紅生姜っぽい。あ、足が痛い。そう、カレーはねめっちゃ簡単だった。カレーはめっちゃ簡単でした。よし、じゃあ具材を切り終えたのでステップ4、麺茹での準備。麺茹での準備か。お湯の中にローの麺を試しに1本お湯に入れ、湯加減を見ます。8から10秒で茹でた麺のようにしんなりしたら OK です。ん？あ、麺なんですけど、これめっちゃ麺リアル、めっちゃ麺がリアル。8から10秒でしんなりしたら OK。あ、熱い熱い熱い。こういう時にゴミじゃないゴム手袋。
からん。ローの目いってばお湯に10から20秒入れる。お湯で柔らかくなったローメン、ひねりながら盛り付けていきます。端の目を柔らかくするように、ちょっとむずいっすね、ちょっとむずい。そう、これがあるんですよ。これがついてたんですよ。あ、じゃあこれに茹でた麺を入れていくと。なるほど。じゃあ入れますね。これをこれ水気拭き取るんかな。めちゃめちゃになりますよね。でも水気拭き取らんと、水気って拭き取るんかな。拭き取ろっかな。これはもう独断で拭き取ります。なんか水拭き取らんと、でもなんかめちゃめちゃになりそう。あー、もうこれ手袋しとったらやりにくい。ひねりながらね、むずっ。え、ちょっと待って、ひねって、いやで、むずっ。いやー、むずっ。とりあえずちょっと入れました。よいしょ。で、2個。少ないずつやっていこう。1、2、3、4、5、6、7。あ、ここでセンスがと、あ、ここで食品サンプル作りが特技になるか特技にならないかのあれが出てくるわけか。マジか。もういいかな。よし、これ早技なんで。よし、いきますよ。はっで、吹きの、やべ、吹きのねじりながら、ここに盛り付けて、なんかちょっとなんか、あれも出したい。よし2回目。よし2個。なんか大丈夫かな。 2回目できました。次、3回目。パスタやん。どうしよう。こっからどう。でもなんか多分山盛りについでいった方がなんか見栄えがいいみたいな書いてあるんで、ちょっと山っぽくつけよう。冷やし中華ですよ。よし、オッケー。麺を取り出して拭いて。わあ、やばい。山ね、ねじひねるってどういうこと？こういうこと？なんかひねるみたいなの書いてあったんですけど、こういうことか。あ、確かにこうすれば確かに。で、なんかちょっと山っぽく。やばい。山っぽく。
よし、3回目ふわっとふわっとふわっとなれ。あ、いい感じ、おいしそう。あと2回ぐらいかな、この作業よいしょ。冷やし中華です。冷やし中華、冷やし中華に、そう、冷やし中華です。食品さ、汁ありますよ、タレ地味に続くそう、続く作業。あと30分、よいしょ。あ、ほんまや。いや、こんなこんなもたもたしてる場合はない。はい、3回目いきます。よいしょ。茹でたんで、茹で終わった麺を、これ山にしたい、山盛りにしたいから、山盛りにしたい。一人ぼっちじゃないんだよ。でで、山にならない、山にならない。ララ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 ハッピーハッピーフンダーラミーララララ。なんか それだとグー乗らない、やばいぞ。モンブラン、モンブランじゃないよ、モンブラン、モンブランみたいになってしまった。ラララララララ。ミートソースパスタみたい、なんかパスタみたいになってしまった、やっぱ。はい、最後ラスト麺、このラスト麺で山盛りみたい、山みたいにせんと失敗するぞ。具は真ん中に入れようやばいやばい。よし、めちゃべちゃべちゃなんですけども、あれが、でもどうにかして山盛りにしたい、どうにかして、どうにかして山盛りにしたいから、どうにかして山盛りにしていきます。あ、やっぱ、いい感じ、いい感じかも。ちょっと山盛りっぽくなりました。汁なし担々麺、
何作ってるの。え、てかやばくない、あと20分しかない、やばい。これで、あ、よしできた。もう念のせは OK ということで、ステップ7、具の盛り付け。うーん、難しそう。これ4分割に具を盛り付けていきます。4分割、ハム、きゅうり、クラゲ、卵。じゃあハムから。ハムをで、まあ理想ではハムをこう、ここにこう盛り付けるってことですよね。これを接着剤で盛り付けます。よいしょ。ハム、この短い、今んとこちょっと冷やし中華っぽくないけど、まあ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 、そう、接着剤買ったんですよね。これがもう開けれん、ハサミでやろう。めっちゃ、ああ、うわ、これはもう間に合わないフラグが立ってきた。やっぱやばいぞ。いや、間に合わせます。マジでちょっと早くやろう。ハムまっすぐすぎない？ハム、やばいやばい。あ、もう焦りすぎてこれ開けるのにめっちゃ時間かかってしまった。で、これなんか手についたらやばいやつ。ちょっとここ乗せよう。よし。え、でもこれ、どうやってやるのがいいんじゃろう。もうここバーって塗っていいかな。え、どういうこと、どういうことこれ。え、どういうことこれ。あ、え、え、どういうこと。どういうことこれ。美術品には使用しないでください。なんだと。え、これどういうこと。どういうこと。え、これどう、こうやって、大丈夫。え、え、どういうことこれ。こうやった、ちょっと、え、どういうこと。あ、ちょ、こっちにこのゼリータイプにしよう。ちょっとダメじゃん、あれは。うわっ。ゼリータイプ、このゼリータイプにしよう。これをもうハムをつけるところに、もう、え、どういうこと。出ないんですけど、どういうこと。あ、これ取るんか。え、どういうこと。あ、どういうこと。え、どういうこと。ちょっと待って、やばい。え、どういうこと。え、ん、この穴どうやって開けるんですか。こうやって開けちゃダメ。もう接着剤の使い方がわからん。接着剤の使い方がわからないんですけど、なんでこんな、いいよ別に、もうここ銀のやつ貼らんくて。黄色のリングを外して、させん。針なんか持ってないんですけど、
マジで画鋲？画鋲持ってない、画鋲持ってない、蓋の裏側尖ってない？尖ってないんですよ、それが。もう無理だ。これとやばい。いやーちょっと、ない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 、やばい、よし出た。あ、もうこれこのまま行こう、もうこのまま豪快に行こう、このまま、え、いやいやいや、あー、ちょっと待って、ハムつけれました。え、むずっ、え、これもう、これうん、倒れた、これもう、え、これ全然つかない、これ全然つかんない、一個ずつ貼るの？そういうことになりますよね。これ、これだと。一個ずつ。ん？これはもうちょっと無理じゃないか？だってこれ、一個ずつ。一個ずつ。これ、ボンド、ボンドとか、ボンドの方が良かったか。どう、やばい、また倒れる、これくっつかんよ、くっつかん、もうくっつかないです、これ中級はレベル高かった。もういいや、もういいや、せっかく完成にやりたかったのにこういう結果になってしまった。ちょっとまたちゃんとやって、また今度載せますね、プラメに。メンマを乗せて、よし、それぞれの具ができました、乗った、乗りました、
紅生姜を上にのせてからしを端に添える。なるほど、これをここにのせて、でからしを、具材のシャキシャキ感からしをまあここら辺にのせて、で最後スープをかけるんですよね。スープをパックをお湯に入れの揉んでよく混ぜます。スープを先端端の皿から流し込むと。なるほど、スープを入れたら出来上がりです。あ、めっちゃスープあれじゃあ本物みたい。めっちゃスープ柔らかい。スープよく揉むって書いてあった。スープでこれをこう切ってこれを端から流し込む。なんか具がもう落ちる。具なしにしよう。具なし冷やし中華にしよう。具だって世の中に具がない冷やし中華もあるし。これちょっと気持ちちょっと紅生姜だけのせて、よーし、これで具をタレを流し込んで、タレを流し込めば完成。具じゃねえわ、流し込むの。うわー、意外と緊張する。うおー、やばい溢れたんですけど、溢れた。どうしようこっから動けん。どうしようこっからどうすればいいじゃろ。こっからこうしようか。タオル。めっちゃ手が固まった。なんかめっちゃ汚いわあ、服についてしまった。最悪。めっちゃここもなんかめっちゃここもあれだし、めっちゃ具で散乱してるし、ちょっと一回、うわー、めっちゃタレが床についてる。しかもこれ取れるんかな。めっちゃやばい。しかもめっちゃ手についたし、でも見てください、冷やし中華できました。ほら、素晴らしい、完成です。結局何ができた、冷やし中華です。なんかこっち
待って、だってこのなんかこの皿、お皿に、お皿の端についたこの汁だけでも取って、きれいに。よし、コタくんの餌じゃないよ、違うよ。なんか違う、いやいやいや、見てください、このトゥルルートゥ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 、この今までにないこの冷やし中華、この紅生姜がトゥルルートゥ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 、この紅生姜のみっていう、このシンプルな冷やし中華、どうぞ召し上がれ。トゥルルートゥ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 、これが、これが（笑）いやいや、でも美味しいと思いますよ、言うて具材なくても。だってだって紅、だってこれにマヨネーズかければ美味しいし。でもなんかちょっと服にめっちゃついちゃったってことだけですね。あはは、タワーだ、大変よくできました。さあ、ありがとうございます、やった。なんとこれでタワーくれるとは。でもなんかありがとうございます。タワーありがとうございます、励ましのタワー。でもいい感じにできた。よし、終わり。よし、できた。まあ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 、美味しい。でも食べましたよね、できた、よくできたね。ちょっとでもちょっとここが冷やし中華のタレが、でもカレーはよくできたんですよ、カレーはよくできた、カレー作ればよかった。55分じゃ、あー、55分になってしまった。あー、ごめんなさい、タワー、また次の配信で儀式したいと思います。こんなにのろくやったからごめんなさい。拠点大王さん、いいね、ほののか、たんおしさん、ハート、としやさん、ハート、ほののか、たんおしさん、ハート、としやさん、ハート、ん、エリックさん、エリックさん、花束、ほののかたおしさん、ハート、としやさん、ハート、ほののかたおしさん、ハート、としやさん、ハート、ニコライさん、かわいい、としやさん、だるま、しゅうさん、たい焼き、しんくんさん、かわいい、ひらつぐさん、尊い、エリックさん、たい焼き、ニコライさん、うま、トリコ坊主さん、たっこ、タコ、トリコ坊主さん、うま、トリコ坊主さん、いいね、トリコ坊主さん、うま、カンチャーさん、ハート、エリックさん、ハート、ニコライさん、かわいい、リックさん、ハート、トリコ坊主さん、たい焼き、リックさん、ハート、ウサさん、タコ、ケイティーノさん、ハート、シンクンさん、かわいい、シンクンさん、バラ、エリックさん、ハート、ニコライさん、ハート、ケイティーノさん、バラ、ケイティーノさん、ハート、ジョンさん、タコ、トリコ坊主さん、タコ、ジョンさん、たい焼き、エリックさん、タコ、トリコ坊主さん、たい焼き、ジョンさん、ジョンさん、かわいい、ニコライさん、かわいい、コーローフさん、タコ、ガテン大王さん、だるま、トリコ坊主さん、タコ、
キティのさんハート大変よくできましたさん、タワー、怠け者さんタコ、コロコロさんタダルマ、ダルマ、13位がムックさんありがとうございます、12位がランブルさんありがとうございます、11位がカンちゃんさんありがとうございます、10位がジョンさんありがとうございます、9位が石ころ人間さんありがとうございます、8位がグリーンさんありがとうございます、7位が闇落ちした熊野軍隊さんありがとうございます、6位がニックンさんありがとうございます、5位がコロコロさんありがとうございます、4位がリオさんありがとうございます、3位がニコライさんありがとうございます、2位がシンくんさんありがとうございます、そして1位がKT 愛媛当選のんさんでした、ありがとうございました、タワーありがとうございました、ありがとうありがとうございました、めっちゃ楽しい配信、嘘本当ですか、ちょっと第1回食品サンプル作り配信はちょっとこんな感じでちょっと失敗に終わってしまったんですけれども、でも楽しかったです、見てくださってありがとうございましたタワーありがとうございました、タワーもあのまたあの日を改めて儀式したいと思います、ありがとうございました、あん冷やし中華ね、おつのん、おつのん、吉並べのおつのんシュタンプが入ったのでぜひ使ってみてくださいめっちゃ面白いんですよおつのんシュタンプ、今日ねそう使ったんですけどめっちゃ面白かった、そうおつだけめっちゃ大きく書かれててめっちゃ面白かった、ありがとうございました、バイバーイ、で晩ご飯は何なの晩ご飯は何でしょう、よく頑張りました、ありがとうございます、優しいですね、おつのんちゃん、違うおつのんちゃんですよ、おつのんちゃんですよ、おつのんちゃんじゃない、おつのんちゃん、本物の冷やし中華、あーじゃあ分かりました、じゃあ今度リベンジで本物の冷やし中華配信にしよう、リベンジ配信、今日の夜ご飯は